パワーファイブ、吹き流しまで190。今はハンデもらってますが、皆さん動きありません。持ち越しにすると一発でドーンいっちゃうんで、一ホール一ホールに変更します。さっきご飯食べたばっかなのにおにぎり食べてます。ヒロさん、こういう風が強い時の攻略法とかって何か意識されてます？風に向かって打つか、風と友達になるか。友達、はい、その風に向かって風の壁に当てて、あの曲がり幅を少なくするのか、それとも風と友達になってその分読んで、あ、なるほど、乗せていくみたいな、はいはい、低い球打ちたくなるので、ドライバーで。じゃあ当てていく感じですか、どっちかというと。もう低く、はい。後半ティーショットは結構難しいんで、皆さん気をつけてください、ラウンドする際は。本当にティーを低めに設定して低めのボールでいくようです。おー、ナイスショー、ぶつけた、めっちゃ完璧。ありがとうございます。めっちゃ完璧だわ。馬が重いね。うん、全く失速しないもん。体重とともに。蘇さんは風攻略はどういう風にやってるんですか？俺？はい。俺はもう低い球を。低い球。ぶつけていく感じで。ぶつけていく感じで。狙いたいけど、そんな球が出ることはまずない。ファーのタイミングがもう誰よりも絶妙。キャディさん聞いたよ。風が強い日。あ、大丈夫。風が強い日はどうしてますか？気にしない。もうそういう答えしか返ってこないから聞かないんだよ。だってやり方わかんねえもん。いつも一緒だし。力入るんだよ。始まった。言ってあげないと。ダメだな。風が強い日は、風が強い日は打ちに行かない。こう突っ込みやすいから、体がすごく。ただ開いた。突っ込まなかったけど開いた。あとはもうカツラをしっかりと。カツラをしっかり。はい、風の強い日はね、そうじゃん、うん。気をつけないと。いや、それもどっちかですよ。誰がハゲやねん、絶対見せられへん。絶対見せられへん。ハゲ疑惑あるんですか？あるんですよ。ちょっと前から来てるんですよ。大丈夫だな。ただ今日ヒロさん初めて会った時にすごいカッチリした服してたんですけど、髪型もピシッとしてたように見えました。いや、やっぱり見しとかないと、うん、結局帽子かぶっちゃうんで、ピシッとカツラみたいになってますね。今のやり方疑惑出ちゃうから、ノリ付けが、はい、いや、超ナイスショットだな。いいな。何人でゴルフしましたっけ？すごい、らしくなってきた。まずいまずい。こっちの方に来ました。特設ティーです。さやぐささん、久しぶりの特設ティーです。晴れてきた、天気は晴れ。いやー、でも私も来てるね。ちょっとプレーボールが止まらん。3人仲良く笑いながらやってます。父さん、乗せていきましょう。ナイスオン、寄せてった。ちょっとこぼれたかな。でかい、でかい。嘘、嘘、ゼロ番走しないからね。距離間違えた。35。いくつだった？やっぱ後ろ向きに当たってる今日。いくつだった？49。 73打った73。ちょうど打ちましたね今。
止まるのこれ。すごい。オッケーじゃないんですね。世の中は厳しい。いやいや、オッケーもいいんですけど、僕は。天気めっちゃ良くなってきた。ここもまた男性には厳しい。180番じゃない？あ、ない。13番ホール。100何ヤードですか？50ぐらいかなと思ってるんですけど、はい、ええまたアゲンストです。景色いいね。で、まあ、8番に行きます。大きかったらごめんなさい。ナイスオンです。ありがとうございます。右サイド。あ、なった。ちょっと噛んだ。あ、止まった。止まりました。めっちゃふっかけてちょっと話しかけてくれる。危な。本当に危なかった。ミスアウトです。あれはまたシャンクだ。やばい、すごいな。シャンクが止まらない。乗った。止まらん。バーディートライです。ちょっとロングパットですが、最後。イン。シーン。さっきのロング打てたんで。はい、確かに。もう怖くない。あの細いところに置けたら。ね、風の読みだけ間違えんか。よいしょ。完璧よ。完璧やね。これがゴルピアだ。うまいな。パワーフェードってやつ。おお、ナイスショー。よかった。流れいいな。もうこれ多分。あ、まただ。あ、大丈夫か。大丈夫？大丈夫だね。これはどこに行きますか。本当は右からドローかけたいんだけど、今日擦れるんで暗いです。いや、行くしかないっしょ。より右からこう行きたいんですけど。なるほど。コースこうですよね。多分ちょっとまあ下に、右下に落ちていく感じじゃないですか。ドローやん。ドローだ。なんか逆出るんですけど、なんでだろう。完璧っすね、今の。ナイスフェードを打とうとは多分してないですよね、今。今ですか。はい。ちょっとしてた。本当？でもその。なんかそのヘッドが返ってなかったじゃん、さっきパーンって。はいはいはい。今日全部その右行ってる時に全部ヘッドが返ってない。返ってないですよね。右には打ちたいから出してるけど、ヘッドが出てるから。出てる。なんか、ペロンってなって出てってる、はい。でも今のは逆にフック打たなくしようと思って、こっちに左に触れる体勢にしたから、ちょうどこうヘッドが出ていって捕まっちゃったみたいな。結果オーライ。逆玉って感じだった。そうですね。自分の中でも、うんうんうん、もうドローやめようって言って打ったの。はいはい。でも結果こうパンってなったからね、うん、この反動。
お、ちょっと大きい左サイドに乗りました。はい、ナイソンです。アンです。お、どうだ、ちょっと引っかかったかな、傾斜で。ヒロさんのロングパットです。おー、来てるけど止まっちゃう。どうだろう。お、その不思議なパターはどこで手に入れたんですか？ PCM っていうところからもらってき、借りてきました。借りてるんだ。そう、昔のパターないですかって言ったら貸してくれた。どうですか、宝塚の印象は？いや、厳しいっす。厳しいですよね。はい、なかなか山あり谷ありで。山あり谷ありで。はい、もうちょっと振りたい。イメージ。おー、めちゃうま。よいしょ。いいショット出ました。出た、ナイス。さすがですね。おー、ドロー。バナナ。落ち着いてる。よし。すごいみたいですね。この人強いんすか？ありますよ。ちゃんとあった。乗ってきたな。乗ってきた。嫌いなボール。あ、でも右の方が狙いやすいんですね、次が。ロングだもんね。って見ると。なんかよく上手い人たちは逆から考えるじゃないですか、ゴルフを。はい。こうやって。常にこっちからしか考えられないですよ。行ってみて、あっちなんだ。はいはいはい。行ってみて、ああ。でも、だから練習ラウンドですよね、逆に言うと。そのために。一回やったら、ああそうなんだが逆になるじゃないですか、二回目来たら。ああ確かに、ちょっと向こう見えますもんね。はい、なるほど。だからの練習ラウンド。ああ、そう、誰？あらあら。うまい。ナイスショー。これでバンカー入らなかったら完璧よ。入らないでしょ。ああ、完璧。完璧。フェアウェイ。いつも男性ばっかりでもあるんですか？おじさんばっかり。回るとき60、70代とか。お、結構上ですね。おじさんたち。お、うん、頑張った。よいしょ。ナイス。うまくいきました。乗せる気なんだ。フォローだし。そうですね。いい状況ですもんね。それ俺での振り方やんけ。ちゃんと当たっとるやん。ツーオンしてないことを悔やむ、うん、意識の高い。こうやって振っちゃうんだよ。総3ホールです。115のフォロー。ピッチング50でいきます。あ、50、はい、いい感じ。ちょっと方向がずれたぐらい。頭をずっと持ち歩いてる。偉い。さすが、さすがエチケットリーダー。エチケットリーダーそっちやから、ね、はい。すごいですね。でもこれのタイプ持ちにくいよね。どういうタイプがいいんですか？もう袋のタイプ。袋のタイプでもうちょっと長いやつ。これがそしたらこうかけるから。ああ、かけにくいよ。めちゃくちゃ景気いいね。景気よし。パブルキスか。ナイスショー。いやイーグル。来た来た来た。ああ、すごーい。イーグル。ナイスイーグル。すごい。マジで？ゴルピアでも出したことないのに。すいません、前の人。近くの。おお。